Welcome to Think Tech Hawaii. こんにちは、ハワイ。A Japanese language broadcast. Streaming live from downtown Honolulu and available on YouTube. I'm your host, Yukari Kunisue. And joining me today is Mr. Keizaburo Tsuji, one of the earlier Japanese businessmen in New York City. He's now retired in Hawaii, but spent almost 50 years in New York City.Working for Takashimaya and Mitsukoshi Department Store. 皆さんこんにちは。ホノルルのダウンタウンから ThinkTech Hawaii が日本語でお届けしております。こんにちは、ハワイ。ライフコーチでホストの西瀬ゆかりです。今日の放送は、50年以上前、船でアメリカに留学をし、その後50年をニューヨークのビジネスマンとして活躍してきた辻慶三郎さんのお話を聞かせていただきます。辻さん、今日はありがとうございます。はい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 。もうね、私の話は古い話でね、昔々の話なんですけれども、はいはいはい、最近のように世の中の変わり方が早いとね、はい、昔の話になりますが、いや、昔の話を聞かせていただきたいです。まあそんな話になります。はい。でその船でね、はい、ね、はい、船で行かれたって言うんですけど、どのぐらいかかって行ったんですか？どこに？そうですね。1955年の12月の5日に出たんですけれども、はい、船はちょうど2週間ですね。2週間。はい。それで横浜から出て、はい、サンフランシスコに着いたのが12月の17日。はい、でそこから、ね、はい、でそこからどこに行かれたんですか？そこから今度はミネソタにの大学に、はい、入る予定しておりましたんで、はい、記者でもって、サンフランシスコから、はいはい、ミネアポリスに行きました、はい、ミネソタというとやはりかなり寒い場所という印象があるんですが、そうですね、はい、そこでお勉強するということだ、なんか初期の留学生という感じですかね。そうですね、はい、まあ、日本出るときにはですね、もうアメリカに来るっていうのだといつ帰ってくるかわからないというような感じだったですから、あ、昔で言う水杯をお会いして、はい、そうなんですね、それで、はい、もうこれでお会いできないよっていうような感じで、はい、横浜から出ました。なるほど。でそのミネソタの大学では、はい、何を勉強されたんですか？ミネソタの大学はですね、私は経理、はい、経理関係の勉強をしました。経理を勉強された。というのは、ね、はいはい、英語をあまり必要としなかったんで、そうですか、ますからそんな関係で経理を。なるほど、はい、でその英語なんですけど、ね、やはり最初は英語で少し苦労されましたか？そうですね、いろいろ苦労しましたけれども、ある程度の英語は話しておったんです。あ、日本にいる時から。はい、はいはい、私高校の秋田なんですけれども、高校の時代に、はい、町で会ったアメリカのご夫婦の方にですね、はい、私は英語を勉強してるんだけれども、はい、教えてくれって言ったら、はい、毎週のようにですね、はい、うちへいらっしゃって、そこでずっと英語を勉強しました。じゃあ秋田にその、はい、アメリカの方がいらっしゃった、うん、はい、そうですね、進駐軍としてですね、その方たちが、はい、ミネソタの出身で、ミネソタに帰ってからですね、私が連絡を取りに行って、はい、みんなアメリカで勉強したいって言ったら、うん、それじゃあミネソタ大学に来たらどうだと。なるほど。そんな感じで、そこでこうコネクションがついたんですね。そうですね。なるほど、はい、でじゃあそこで、はい、まあある程度英語ができて、お勉強が完了して、でその後日本に帰られたんですか、はい、それとも直接ニューヨークにいらっしゃっちゃったんですか？もうそんな簡単に帰るようなお金もないから、はい、もう大学行ってから、はい、着いた日からもうすぐアルバイトを探して、はい、アルバイト、大学の食堂で働いたり、はい、ミネストのもうデパートで働いたりしながら、はい、もう一生懸命やりました。あ、ですから、はい、そんな一旦帰るような、ね、余裕もなかったんで、なるほどですね、大学に行ったらまっすぐニューヨークに行きました。まっすぐ。その頃日本円っていうのは、ね、かなりドルに比べて価値が低かったんじゃないかと思うんですが、いくらぐらいだったか覚えてますか？
私が日本では大学出てから、はい、最初にアメリカの銀行で働いたんですけれども、はい、東京のね、東京にある。その次に大学生の方の初任給は8000円ですね。はい、8000円。月給、はい、月給が8000円。月給が8000円の時、はい。はい。それで、8000円というとどれだけの価値があるかというと、はい、公式には360円が1ドルですよね。なるほど、はい、だけどもう闇で、まあ、いろんなドルを買いたいとすると400円です。はあ、40円のインフレがあったわけですね、そこでね。そうですね、はい、それですから8000円というとですね、20ドルですか、うん、アメリカのお金で20ドル、はい、それが大学の20ドルじゃね、うん、なるほど。それでアメリカへ来てですね、はい、大学 あのアルバイトを探して、はい、先にお金をもらったんですがね、はい、その時にですね、はい、学生は40時間働いたらダメだと、はい、最高働いて20時間だけ20時間しか働けない、はい、で20時間働いて、うん、それで1週間 20時間働いてもらうのが最低賃金1ドルですから、はい、20ドルもあったんですよ。はい、そうと月給と同じだったんですね。月給と同じあのその時の、はい、パスポートをお持ちいただいたというんでちょっと見せていただいてよろしいですか。はい、はい、これが皆さん、もうちょっと上に上げていただいていいですか。はい、これが皆さん日本のパスポートです。1950年代、はい、55年、はい、はい、じゃあちょっと開けてみてください、うん、見てください。皆さん、これは縦書きです。縦書きのパスポートだったんです。日本語で書いてあります。はい、外務大臣重光守。はい、外務大臣の名前もしっかりと書かれています。そしてこれが、あ、もう次のページですかね。はい、これが次が辻さん、若き辻慶三郎の、もう少し前に見せてください。はい、もうちょっと、はい、これが何歳の時ですか。24歳です。24歳の若き夢ある、アルバイトをしていた青年の、辻慶三郎さんのお写真だったということで、はい、ありがとうございます。はい、でニューヨークに行かれてですね、仕事ってすぐ見つかりました？いや、ニューヨークにですね、行くのにわたって、はい、とにかくアメリカに、私は大学卒業してからもアメリカにずっといるつもりだったんで。なるほど。ただ、はい、ミネアポリスにいたんじゃ、はい、ビザが、ね、はい、日本と関係のある仕事がなかったんで、はい、折れないんです。ビザ取れないんですね。はい、それで日本と関係のある仕事っていうと、うん、ニューヨークによりないから、なるほど、それでニューヨークに行くことに決めたんです。はい、ただ行き先に仕事があるかどうかはっきりしなかったんですけれども、私の親戚のいとこの友達が、久志道夫さんという方が、もう1953年からアメリカに渡って活躍しているということを聞いて、久志道夫さんを訪ねていったらどうだということで、ニューヨークに行ったんです。はいはい、この久志道夫先生という方は、あのかなり著作もたくさんある有名な方でいらっしゃいますよね。そうですね。それで行ってみたらですね、ニューヨーク行ってみたら、はい、たまたま久志道夫さんがですね、はい、あの日本の企業の方、偉い方たちにいろんな話をして、はい、アメリカはあまりにも日本のことを知らないと、はい、日本のすごい、あの文化を知ってもらうためにはデパートに来てもらったが、うん、早いんじゃないかと、はい、いうことを彼がみんなに話をしまして、はい、その話に引っかかったのが高島屋、日本の高島屋ですね。引っかかっちゃったんですね。高島屋、はい、ね、それで高島屋が、それじゃあ、クリスさん、一つ手伝ってくれと。それで五番街に店を出すから、それじゃあ、自分で私がちょうど出て行った時に、クリスさんが五番街の店を開店するので、忙しい時だったんですね。はい、それで、何勉強してきたっていうから、経理関係勉強した。はい、あ、それだったらちょうどいいということで、はい、その時から、高島屋に入りまして、なるほど、会員のお手伝いしました。はい、じゃあその高島の話をもう少し詳しく伺う前にですね、ね、その久志道夫先生、うん、久しいに
司ると書いて串井先生とおっしゃいますが、この方もとてもなんか大変な方で、アメリカのその有機農業とか、マクロビオティクス自然食などをもう早い時期から提唱された、方で、先見の明があられた方で、なんかビートルズの、はい、あのジョン・レノンと小野陽子さんも、ここの先生に会いに来ていろいろ学んだという話を聞いたことがあります。立派な方のところに、まあ、居候させてもらったんですね。で、お仕事も見つけてもらっちゃったと。はい、はい、それでクッさんはですね、はい、日本からアメリカに来たのは1953年ですから、はい、クッさんはこのパスポートをまだ発行される前ですね、はい、ですからクッさんは GHQ の JQ というと、ジェナイヘッドコーターと、マッカーサーの事務所ですね、はい、戦後すぐのマッカーサーの事務所から1枚の手紙をいただいて、はい、それでアメリカへ渡ってきた方なんですよ、はあ、じゃあパスポートもなかった日本は。ね、まだ日本は独立してない、ね、なるほど、はい、ね、それでパスポートなしでアメリカのマッカーサー支部の、はい、証明書でアメリカへ渡って、はい、でコロンビア大学に来て、はい、その来る時からですね、日本ではジョージ大沢という方が始めた、はい、その玄米の食事療法ですか、はい、それにある程度感化されておったんで、はい、アメリカに行ったらそれを広げてやろうと。特にアメリカも戦後ですね、うん、今までの貧しい生活というか食料品がない時に苦労したもんだから、もうアメリカでは肉を食べなさい、これを食べなさい、牛乳を飲みなさい、それから、はいはい、あのいろんな面でね、うん、あのコカ・コーラ飲みなさいと非常に、はい、やったんですね、はい、それに対してクッさんは、はい、アメリカがもしねこのまま玄米を肉を食べてコカ・コーラだけ食べてると、うん、これはアメリカが精神的にも肉体的にもダメになると。なんかそうなってますよね今ね、はい、それで、まあ、それじゃどうしたらいいんだということで、はい、アメリカの人たちが言うと、はい、これは玄米を中心の食事をしたいということで始めたらですね、はい、アメリカ人はまた素直なんですね、はい、玄米の味も知らなかったから薬を売るような感じで、はい、みんなそれに飛びついたんです。はあ、それで実際にアメリカの体の調子の悪い方がその玄米を中心に食べたら、うん、ちょうど調子が良くなって、ああそういうことになったんですね、うん、はい、で、はい、クシさんのある程度お店を高島屋の仕事を、はい、片付いたところで辞められて、はい、それでボストンに行って、それで現在の自然食のベースを作る、はい、走りになった。じゃあその、続きはですね、また少しちょっとお休みをいただいて、後半にお伺いしたいと思います。 We're going to take a short break here and then we'll be right back. Hi, I'm Rusty Komori, host of Beyond the Lines. I have a TV show based on my book, which is also called Beyond the Lines, and it's about leadership, creating a superior culture of excellence, and building winning teams. We are having a fun drive for ThinkTech Hawaii.And please, 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 please help us keep these shows going. Please go on our website, thinktechhawaii.com, to donate. Thank you. Aloha, I'm Stan Osterman, Stan the Energy Man, every Friday here on ThinkTech Hawaii. If you're really interested in finding out what's going on in energy, especially here in Hawaii, but also all the way around the world, and especially if it has to do with hydrogen, look into Stan the Energy Man every Friday, 12 o'clock, ThinkTech Hawaii. Be there. Aloha.We're back from break. I'm Yukari Kunise, and this is Konnichiwa Hawaii, talking with Mr. Keizaburo Tsuji. Live でお届けしております。ThinkTech Hawaii の日本語番組、Konnichiwa Hawaii。今日はアメリカで50年のキャリアを積んだ辻Keizaburoさんをスタジオにお招きして話を伺っています。それでは辻さん、引き続きよろしくお願いします。はい、それでですね、はい、はい、じゃあ今度はちょっとニューヨークでのそのビジネスマンライフというんでしょうか、それについてお話を伺い、あとはハワイにいらした経歴などもちょっとお話しいただけるといいかなと思うんですけれど、まあ、アメリカでいろいろ生活をして仕事をされて引退したいなっていう方もいらっしゃると思うんですね、まあ、ハワイっていうのはその、大変人気のある目的地だと思うんですが、その辺のところもお話しいただきたいんですが、
ニューヨークでですね、その頃まだその日本人のビジネスマンなんてそんないなかったんじゃないでしょうか。そうですね、日本のビジネスマンはまあ本当に少なかったですね。ただそれよりもまあ驚いたのはですね、はいはい、私は戦争の時に中学だったんですけれども、はい、大変な大きな戦争を通してアメリカと、うん、まあ、日本はやってきたんですが、実際にね、はい、国番街で店を開きましたらですね、はい、日本のことを知ってる方が多い、知らない方が多いというのに驚いたんです。ああ、日本のことを知らない。はい。ね、うん、あの店の、あのコンストラクションを手伝ってますとね、はい、そこを通る方がね、ここに何が来るんだっていうか、はい、日本のデパートっていうと、日本のデパートが来て何を売るんだって、芸者でも売るのかなってね、芸者でも売るような方がいてね、日本の高校時のものっていうとね、はい、日本のガラス玉みたいな小さな、うん、コスチュームジュエリーとか、うんうん、それからダラブラースで有名な日本の安いダラ、うん、そんな安いものより日本のものってのは売ってなかったんですね。なるほど。ですから日本から来てデパートの形を取ってですね、五番街で店を開くなんてことは当然考えられなかった。はい、そういうところが日本から持ってきたものはもう最高のものばっかり持ってきたんですね。なるほど。それで毎日のようにびっくりしちゃってね、はい、なんかミュージアムが出てきたんじゃないかと。いうことで人が並んで入ってきたんですが、入ってきてからね、これどこの国の場合だっていうと、はい、日本のデパート、日本にデパートがあったのかとかね、日本ところでね、日本は What part of China って質問をよく受けましたね。あ、中国の一部じゃないかと、はい、ね、日本ということも知らないアメリカ人が結構、ね、そのぐらい遅れておったですよね、アメリカは。で、その持ってきた日本のそのかなり高級なものをお持ちになったというのは、例えばどういうものを売ろうとされたんですか？まあ、あの昔の、いわゆる昔のですね、はい、屏風とか、それから骨董品とか、はいはい、それからいろんな漆のものとか、あ、まあ、その陶器でも最高の質のものですね、持ってきた。だけど、はい、実際にですね、例えば、はい、それは立派なね、酒バトルとか、はい、それから酒のお調子とか、はい、それから立派な日本の輪島塗りの箸とか持ってきても、それは何に使うか分からないんですよね、その当時。そうでしょうね。これは真っ向が使える。だからこれ酒バトルだっていうと、酒は飲まないからそんなに必要ない。だから変わらないんですね。あ、お調子のことですね。お調子のことを酒バトル。ね、はいはいはい。それから結局、その当時ですね、それを処分するのに、考え方をやめて、うん、アメリカの生活に入るような形で売らなくちゃいけないっていうので、うん、もう酒のお調子は一輪差しだとして、うん、一輪差しになっちゃった、はい、そういう形で売って、それから酒カップはですね、反対側に来ると、はい、あのろうそくが立てられたんですね。あ、ろうそく立てになっちゃったそれから、はい、マジン塗りのね、その箸は、はい、これはヘアオーナメントと、うん、あ、よくハワイの人がこうやってやってこうシュッと刺してますよね。その辺は高島屋さんが始めちゃったと、そういう形でもう発想を完全に変えて処分したんですよ。なるほど。それをそのように日本ということを知らなかったからね。なるほどですね。それと、その日本の大企業は例えばソニーにしてもパナソニックにしてもどん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 出てきたんだけれども、はい、それが果たしてどういうようなマーケットテストしたらいいか分からない。いや、高島屋に来ましてね、高島屋にちょっと一角を貸してくれって言ってね、はい、来て、それでパナソニックの扇風機を置いたり、それから日立のトランジスタレディオとか、はいはいはい、そういうようなものを置いて、うん、その連中にとってはマーケットテストをする格好、いい格好の場所だったですね。なるほどですね。そういう面でね、はい、の価値というのは非常に高かったと思います。でいうと、やはりこうさ、その走りの時期にこう協力するその場になったみたいなところがありますね。そうですね。ね、うん、それから資生堂なんかもね、資生堂、資生堂、はい、ね、今も本当に高級のお化粧品ということで、はい、ね、はい、資生堂っていう名前がね、誰かにレジェストされてて使えなかったんですよ。はいはい。それで資生堂は
禅という名前で化粧品を売ったんです。あ、そうなんですね。それから、はい、セイコーね、時計、うん、はい、それもセイコーという名前使えなかった、はい、それでセイコーのスペリングを逆にして、はい、オーキーズという名前でセイコーの時計を売ったんです。はい、はあ、そういうなんか裏話があるんですね。ですからね、はい、非常に日本の企業も苦労したんですよね。苦労したでしょうね。日本のことを知らないところに日本のものを持ってこようとする。で、その後その高島屋さんを引き続き今度三越にもお勤めになったということで、ね、高島屋さんは、はい、高島屋はね、そういう形でやってるうちにですね、あまりにも売れなくて、もう大変な赤字が続いて困っちゃったんですね。はい、それでもう、もうどうしようもなくて、はい、もう売れ筋は分かってるわけですよ、はい、安いものを持ってきたらいいから。それで安いものを持ってきて、うん、台山ベースに合うようになった。その頃に日本の調子が良くなって、旅行者がどん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 アメリカに来るようになった。それで高島屋に来ましてですね、見たら、はい、なんで高島は立派な店を持ってるなんて言って来たんだけれども、うん、来てみたらこんな安物売ってるのか恥ずかしいなというようなことを日本の人がですね、はい、旅行者が帰って高島の社長さんに言うもんですから、はい、社長が怒っちゃって、はい、そんな安い物売ってるんだったらやめちゃえって言って20年で店を閉めたんだ。なるほど。あ、そういう経過があったんですね。はい、なもんで20年で辞めた時にですね、たまたままたね、岡田さんが通商団の団長さんとして、はい、岡田社長がですね、はい、高島屋の岡田社長、はい、それで三越の、あ、三越の岡田社長、失礼しました、はい、それで岡田さんが、じゃあ三越がそれじゃあ店出すかということで、はい、ちょうど三越の店出したんで、そこへまた私が移っちゃったんです。なるほど。ちょっとデパートメントホッピングをされたわけですね。はい、でそこでまあ50年くれ苦労されたということで、ちょっと先にはい、また先に進ませていただきたいんですが、はい、まあ、そこで働かれて、ずっとキャリアを積まれて、まあ、定年になられた後に、まあ、ハワイにいらっしゃったと。で、ハワイにいらしてからは何年ぐらい経ちますか？ハワイもう15、6年になりますね。15、6年、はい、でやっぱりそのニューヨークに暮らしていた方がハワイで引退をされて、まあ、生活をエンジョイされているんだと思うんですが、やはりやっぱり来てよかったなというふうに思ってらっしゃいますか？まあ、今なるとよかったなと思ってますね。うん、最初のチョイスはね、うん、ハワイがプライマリーじゃなかったんです。お、プライマリーというのは第一希望じゃなかったっていう意味ですね。はいはい、はいはいはい、それからもっとね、私ニューヨークで働きたいと思ってたんです。うん、そうしたところが出張でですね、はい、それは日本行動っていう会社にも関係しておったんで、その日本行動の関係の、はい、ことで、はい、フロリダにお店持ってて、はい、フロリダに行った時にですね、はい、たまたまバーベキューして虫に刺されて、はいはい、それで脳膜炎になっちゃったんですよ。あららら、虫に刺されて脳膜炎になってしまわれた、ね、はい、それでもうびっくりしましてね、はい、もう健康だったのがもう一夜にしてもうがくんですよね。はあ、それで、はい、こんなこういう明日何が起こるかわからないと、はい、もうそろそろねリタイアした方がいいやっていうんで、うん、その翌年もうリタイアしちゃったんです。フロリダもあったかいけど変な虫がいると、ね、もうだからフロリダも、はい、もうやめ、はいはい、息子がサンフランシスコにいたんで、はい、サンフランシスコにリタイアしようと思って、はい、サンフランシスコに行った。そうしたら不動産が2億以上に高いんです、はい、それで息子がいたところがシルコンバレーのいいところだと思うんです、はい、あ、息子の腰を強くすると、はい、うち買えないんですよ。はい、それで結局うちの娘が住んでるハワイに移る。あ、お嬢さんがもうハワイにいらっしゃったということですか？そうです。あ、そういうこと。じゃあ心強いですよね、やっぱりお子さんのそばに住めるというのはね。はい、で今はどんな風に暮らしてらっしゃいます？何をされて？もうちょうどこちらにハワイに来てからですね、5年ぐらいでうちのワイフが亡くなってしまって、はい、それからまあ私一人で生活してますけれども、うん、まあ今は
非常にハワイに来てよかったなと思うのは気候がいいことです、ね、気候がやっぱり一番素晴らしいですよね、はい、は気候がいいですね、はいはい、非常に話それからなんかこうちょっとニューヨークと比べると文化的なっていうことをおっしゃる方がいますけれどどうですか、あの、うん、例えば音楽をされるとか何か芸術をされるとかそういうことをされてるんですか。それは非常に寂しいですね、そういう文化的なやっぱりニューヨークの国からね、はい、ないのはですけど何でもかんでもね、はい、あの満足するようにいかない、ただ気候がいいのとあれと考えるとね、はい、まあ最高、年取ってからは最高の場所だなと思っております、ね、あのフロリダもあったかかったと思うんですけど、フロリダに行かなくてよハワイに来たっていうのでやっぱり、ね、はい、暖かいけども雨が多いですよね。ああ、うん、そうなんですね、はい、ハワイのようないい温暖な気候ではないです。はい、じゃあやっぱりまあニューヨークで活躍してきた後に暖かい今ハワイで、まあ、ちょっと足らないところもあるにはしてもあの、よかったなと思って生活をしてらっしゃるということで。そうですね、はい、まあ、いろいろ、はい、ハワイに行ってですね、はい、つくづく感じるのは物価が高いことですよね。そうですね、はい、あのもっと、はい、いろいろお話を伺いたいんですけど、そろそろお時間が来たようです、はい、はい、あのもっといろいろお話を聞かせてください。辻さん、今日は本当になんかあの、まあ、日本の先駆けのビジネスの方が苦労されたというお話をなかなか聞けないお話が聞けたので大変面白かったと思います。ありがとうございました。はい、ありがとう。Okay, we're out of time. Mr. Tsuji, thank you so much for coming and talking with us. And we're going to bring more Japanese shows in Japanese language. Thank you for watching Think Tech Hawaii.I'm your host, Yukari Kunisue. See you next time.